はい、岡崎の主と言います。妖怪ウォッチプニプニをメインに好きなゲームの実況と毎日ライブ配信を頑張っております。新イベント初日にはガシャライブもやっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。はい、日付が変わりました。本日3月1日になります。さあ、新イベントが開始だぞと。さあ、まずは変えて、元気ドリンク、元気ドリンクですね。バカ野郎、バカ野郎、元気ドリンク。さあ、行くぞ。さあ、とりあえずエラー祭りではなかった。東京リベンジャーズコラボ第2弾、ありがとうございます。さあ、来ました、東京リベンジャーズコラボ。おはじき、おはじき、おはじき、引っ張りおはじき、簡単おはじきでございました。ありがとうございます。通常は地冬を倒して、そして、強敵の方が、灰谷なんて読むのか忘れました。はい、ということですね。了解です。あー、ケッピロン、時空を超えて不思議なところに来ちゃった感じ。にゃにゃ、ここは東京リベンジャーズコラボの世界。にゃん、門限また来ちゃったずら。ところでこの建物は何にゃん、随分汚いにゃん。バイクもいっぱい止まってるずら。おや、あちらにいるのは確か誰だ。そこにいるのはまさかジバニャンか。コマさんにウィスパーも久しぶりじゃねえか。おい、タケミッチ、何してんだって。お前らまた来たのか。タケミチとジフイニャン、来ちゃったニャン。お前らほんとタイミング悪いな。俺たちそこの建物に用事、ちょっと用があるんだ。用事、もしかして勝ち込みニャン。まあそんなとこだ。俺たちさっき天竺とチームに、天竺ってチームに襲撃にあった。襲撃ですと？天竺のアジトを突き止めたから、これから反撃開始ってわけ。それなら俺たちも加勢するニャン。お、オラも頑張るずら。マジで？お前ら大丈夫かな？そうだな。竹道、ちょっとこいつらの相手してみろよ。え、俺が？こいつらの腕がなまってちゃ来るだけ無駄だからな。なまってないにゃん。いつでもいけるにゃん。なんかすごい展開だ。よし、一発やるか。まずは竹道くんが私たちの相手をしてくれるようですねと。他にもとんでもなく強い東京リベンジャーズのキャラが待ち構えていますよ。早速進んでみましょうということで、引っ張りおはじきでございました。さあ、行くぞと。何これ、勇ま氏族だけが出現、超赤コイン販売。東京リベンジャーズコラボ応援コインは OK、 スタートパックもいつも通り、新人さん応援キャンペーン。何これ、新しいの来た、新しいコインちょっとだけ見させて。強力な勇ま氏族を手に入れようコイン。にゃにー、こんなの来たの。おーっと、確率も書いている。 Z ランク SSS SSS 以上。おーっつ、おっつ、意外と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 出ちゃったりなんだりして。マジか、わお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 だね。まあ、これは先ほどね、引っ張りおはじきと。で、まあ、応援キャンペーンは、超10連 EX コイン。超10連 EX コイン、何出るの？あーっと、ハロウィン踏み姫。表示されないけど、ハロウィン踏み姫。踏み姫だっけ？踏みちゃん。ハロウィン踏みちゃん。サタパック OK。新人さん応援キャンペーン。表示されねー。表示されねー。エラー祭り？そんなことないよね。新人さん応援キャンペーン、新しく妖怪ウォッチプニプニ始めた場合、最初から Y ポイント 4800Y ポイントがもらえるよ。この Y ポイントで、10連回しましょうと。おお、いいですね。リセマラしまくり勢が現れるじゃん。まあ全然いいんじゃない、私は OK だと思います、そういうのは。さあ、とりあえず新キャラ、新キャラ情報見ていきましょう。さあ、マイキー UZでございました。全消しデカプニの技ゲージ、フィーバーになった時自分の技ゲージが溜まる。スキルに必殺技を使った後に技ゲージが少し残る。なんとも言えねえ。さあ、地冬、スーパーフィーバー、自身の技ゲージが溜まった状態でスタートということで即打ち。素晴らしい。自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい。まあいいんじゃないですか、地冬。地冬いいと思いますね。
そしてイザナが復活、自身の妖怪プニがデカプニに降ってくる。おお、これ強い方じゃん。自身の妖怪プニデカプニ降ってくる。おお、いいじゃん。これ強い、これは強いぞ、これは強い。そして復活。おーっと、このイザナ強い、イザナ強ー。今回これ絶対ゲットだわ、こいつはゲットだぞ、イザナゲット、みんな頑張ろう。そしてハイタニランが、前消しプニ整理とつなげると普段より大きくデカプニケージ自身のゲージがたまる。で、ハイタニ、これ読めないんだよな、リュータンでいいの、わかんない。すべてに妖怪プニして一体攻撃サボり、あ、これはちょっと弱いやつだね。で、自身の代わりにボーナス玉、それも弱い。そして、拡張が、ボーナス玉ね、そうだ。つながりやすくなる、はいはい。で、自分のデカプニ消す他のやつが技ゲージたまる。そして、乾、HP 回復、溜まった状態スタート、自分のデカプニ消す HP 回復。おお、これもなかなかいいっすね。結構いいかもしれない。そして、ここの位はじめ、プニ整理。使ったのですが、あ、まあ、弱いね。まあ、ここら辺はもうしょうがないね。弱いね。はい。そして、マイキー。マイキーはいろんなとこからゲットできるよと。コインからも出るし、ガシャで出ますと、もちろんね。で、チフユもガシャで出る。おう。イザナは強敵。ランはガシャ。リュでいいのかな、これはおはじきの報酬、拡張ガシャ、乾ガシャ、ここのいはじめガシャ、サンズハル、ハル、サンズハルチオか、スタダパックということで、6体、6体ガシャ、うわ結構多い、6体ガシャ多いぜ、6体ガシャ置いて頑張りましょうね。さあ、そしてちょっとこうね、お知らせのやつ全部消したいのよ。この辺はいつも通りで、ワクワクボックスは2時間に1回、めっちゃ短。そして障害は、100ワイポイント OK。そして勇ましのコインが、いくら10連10連、ニャンボと一緒じゃんニャンボと同じ価格で出してきた、何これ、何それ、出ねえだろ、どっちも出ねえだろ、リンドウっていうのか、ごめんありがとう、これど出ねえよ、10連、いや、ニャンボと同じ価格って舐めてんのか、天井もないのに舐めてんのか、運営マジ舐めてんな。ちょっと特攻だけ見させてもらって、誰を、限界突破させるかいいか、ちょっとやらせてもらっていいですか。え、何、ランキング、ランキングが何位まで、上位って何位なんだ、わかんないや。特攻持ちをちょっと見ていこう。自分の HP を回復した被災者反撃。まあまあ、これはいつも通りだね。そんな強くないかな。パワー封印。東京リベンジャーズキャラ以外はパワーが封印されてしまうよと。いつものように。で、まあ、マイキー、チフユは OK。まあ、俺は、おはじきの方でね。おはじきはチフユ。ショースターターパックが大。そしてショー2体しかいないの、キッズ。あ、これ裏マップか。びっくりした。裏マップか。びっくりした。おはじきの話だと思っちゃった、今。びっくりした。おはじき。これか。いや、そうでもねえ。過去キャラは全部ショーだけど、スターターパックだけが大。あとは全部ショー。過去キャラ全部ショー。そして、こっちは、ランが大。はじめ、ここの位が大。拡張中、乾中、4体いるんだね。まあ、こっちは結構ダメージ出るかもしれないけど。なるほどね。だこいつらは限界突破させてもいいって感じだね。はい、了解です。はい、ありがとうございます。さあ、それではガシャの方、今回は神引きいけるだろうということで、やっていきたいと思います。前回は、620連。
かかりましたが、初日にね620連かかりましたが、今回はどこまで行っちゃうのか分かりませんが、やっていきましょう。それではまずは10連目、6体ですからね、きっついぜ。6体はきついぜ。あ、多いな。遺伝書選球20連目、20連目、金3つからの、前回のキャラくぅ、今回のラストチャンス、もしかしてやべえやつか、もしかしてそんなことないか、大丈夫か、ラストチャンスが怖いな今からな。これはまさか、さあ、ふう、30連目いい、秘伝書ありがとう。さあ40連目、6体もいるのにまだ出ない。 OK、 来ました、ありがとう。あれ、過去キャラの情報見てねえな、もしかして。あ、大丈夫。さあ、まずは1体目。ようやく1体目。さあ、誰ですか。嘘でしょ本日初の新キャラ、まずマイキーから。マジかよ。マジですか。一発目があなたですか。マジか。ありがとう。マジかよ。なんてこったい。ドラケンくんと一緒。くぅ、マジか。一発目の新キャラが、なんとな、なんとな、なんなんなんと、マイキーから。驚きだな。マイキーからはちょっと驚きだな。すげえ、びっくりした。これちょっと突進む可能性あるじゃん。さあ、まず1体目マイキーから。さあ、あと5体。トリプルゼータ厳しい感じがすんな。トリプルゼータ厳しいんじゃないか。もう名前忘れちゃった。秘伝書もありがとう。トリプルゼータ2体いるから結構ここが厳しいね今回は。さあ、かぶるなよ。 OK。 さあ2体目、はい、イヌイでございます。ありがとうございます。これはあげなくていいね、別にね。あげた方がいいのか。あれ、誰が誰だったっけ。あれ、乾も特攻だったっけ。おはじき特攻でよかったっけ、乾も。ちょっとごめん、確認させて。もうおじさんね、すぐ忘れるんよ。あ、おはじきあるね、おはじき。じゃああげとこう。ロード長いのが全然わかんないんだよね。わかる？今のわかった？ロード長かったの。全然わかんないんだけど。長かった今。いつもわかんないんだよ。みんなすごいよね。よくわかるよね。もう全くもっとわかんない。さあ、行くぜ。これ長いんじゃないの？じゃあ。長いんでしょ今。今長いでしょ。長くない長くない今の長くなかったですか。違う。あ、違うって、長くねってわかんねえよマジで。わからん、長さが違うのか。こういうことじゃない、読み込みが長いのがあれか。
おお、全然あかん。読み込みの時間だな、読み込みだな。ここだね、こっから長い。いや変わらんじゃん、変わらん、変わらんやろ。いや変わってんじゃないの。え、どういうこと。やっぱわかんない俺。いや、かぶってんのかい。かぶってた、ただただかぶってました。はい、さあまだ2体しか出てないんですよ。まだ2体お願いします。さあ虹は出るぞと。チャンネル登録ありがとうございます。ほら全然わかんないって、全然わかんないって。おお、しかもトリプルゼータのチフユー、ナイス。くう、ありがてえ、ありがてえ。いや、いいやつ出していく。ナイスナイス。3体目、ありがとう。これもちょっと限界突破させたい、キャラ的に。この特攻持ちか、おはじき特攻あるか。だって今回もあれでしょ、どうせおはじきランキングえぐいんでしょ、どうせ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 。今の感じ、全然分かんなかったよ俺、ぶっちゃけ。いつも分からない。これはこれは長くない。合ってた。合ってた合ってた、これは長くないね。お、秘伝書いいね、秘伝書2冊もありがとう。これ長いんじゃないの。ほらほら、違うんかい、違うんかい。っていうかなんで他のダブルゼータ出してよ、他のダブルゼータ出して。ちょっとなぜ、これはまさか。もう今や妖怪ウォッチのキャラクターはいらん。何この3つ下、キリン。さあ来い。もう何連回した、とりあえず100連は回してんな、余裕で。これはまさか。なあ、もうだ、いらないってあんた。お、タケミッチ久しぶり。あと3体、トリプルゼータは1体出したからちょっと気は楽。虹最高、虹2個。オッケー、オッケー。誰？おお、拡張。いいよいいよ。拡張ですよ。さああと2体。誰？ああ、おー、マイキー、ナイス、1トツ。マイキーなったら全然オッケー。全然 OK。 あと2体。拡張もおはじき特攻、おはじき特攻あげるっきゃねえなお前ら。マジか、秘伝書全然足んねえぞ。いや、どうせランキング頑張んなきゃいけねえからな。ランキング頑張んなきゃいけないのはちょっとあれだよね。今回はいいと思うよ。うん、今んとこいい。あと2体。だってもう UZ 出てるから。あとトリプルゼータだな。トリプルゼータが確率低いから、そこだけかな。0.4 でしょ。トリプルゼータの敗退にラン。あとはここのいはじめ 0.4 と 1%。
トリプルゼータのチフユ出てきてくれたのはマジでかい。ナイス虹。俺マジで止まる感覚わからん。拡張なんで速攻かぶるわけ。さああと2体。虹出るね今日。今日虹出るね。いいね。いいよいいよいいよ。いやまたかい。またかい、またかい。かぶるな。トリプルゼータ先に出したい。ダメか。ダメか。どうせダメか。イベントキャラ金から来てほしい。うん、ない。うん、ない。さあ今190連目かなこれ多分そんぐらいだと思う。多分次で200連とかそんなんかな。これで200連目だと思われる。ちくしょう。さあ210連目だと思う。全然覚えてない。ちょっとちょっと 1% まず出す。トリプルゼータ出す。先にどっち。なんだよ見た目違いで。君たち厳しいな。金が出るのはありがたいけど厳しいな。万ポイントってなんだ。 OK。 虹2個。そして金も多め。ワンちゃん？いや違う。ワンちゃん？ワンちゃんちゃん？ワンちゃんちゃん？なし。さあ。オーケー止まってた止まってた。ナイス。あと1体。あと1体。ダッチ。おお、トリプルゼータ入っていらん。ナイス。0.4 先に当てていく。あと 1% だけ。いやー、これはちょっとでかい。これはでかい。ちょっと。撤退でいいんじゃない。なんでかぶんのそこで。もったいな。なんでかぶるの急に。 0.4 2体ってすごくね。逆にすごくね。何それ 0.4 2体って。一突無駄にしたわ。マジか。あ、そっか、1体ゲットしたからか。ちょっと待って、あと1体が。これが。あー、おはじきダメージか。はじめちゃん。1% だから出るだろう、さすがに。出るだろうって言って、1% なかなか出ねえか。いや 1% 200連回して出ないと厳しいね。ちょっと厳しいよね。 1% だよ。さすがに来るだろう。1% だよ。止まった。今どうだった。止まった。遅かった。読み込みどっち。OK コンプー。マジナイス。はい、コンプリート。ありがとうございます。
さあ何連だ、確かね49万ちょっとからスタートしてるからどれぐらいだろう。今マイポイントは、マイポイントはちょっと長いな、よいしょ、21万5000ぐらい使ったのか、4000ぐらい使ったのか、21万じゃない、11万、だから300連はいかなかったってことだね。300連は11万ちょい、250連ぐらいかな、多分250連ぐらいやったかもしれない。 OK コンプリーツ、ふうふうふう、怖え、マジでガシャ怖え、マジでガシャ怖え。オッケー、コンプリート、ありがとう、ナイスナイス、オッケー、いいよいいよ、これはいい感じだったな。うん、今回は勝ったわ。マイキーとチフリのスキルニッティ最悪いらないですか。まあ、今回強いねって言ったのはイザナぐらいだと思いますんで、別になくてもいいんじゃないですか。そこまでじゃないですかね。はい、ということで、とりあえずガシャの方は完璧でしたね。マジで完璧だった。初っ端からマイキーという神引き、そして一突ありがとう、そして乾出て結局三突、そしてチフユからの拡張、相手にラン、ここない始めという形で出させていただきました。ありがとうございます。さあこの後はねイベントの方ちょっと進めて頑張っていきたいと思います。最後まで皆さんご視聴いただければなというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。